はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。毎週中華街の、ある名店のね、貴賓室の前にお花を生けてます。あそこはね、本当にこう高級なお部屋の前で、本当にこう一人数万円のね、高水準でないと入らないというお部屋の前の装飾なんですね。はい、でまあ現代系なんで、ちょっとねこう百合を先に立てたのを後で少し短くしたりとか、そういう作業も中には入ってます。まあその辺りが、まあ、現場ならではのねこう意気込み風景なんじゃないかなと思って、あえてまあこう編集とかしないでそのまま流してます。皆さんもね、こう意気込みをするときには、まあ、多少現場のシチュエーションとかを見て、最初の立てたけどちょっと短くした方がいいなとかと思ったらもちろん短くするし、ただねこのフォームをあまりこう傷つけていくとグラグラしてこう日持ちさせなきゃいけない場所なんで日持ちしなくなってしまいますので、その点は気をつけてください。デザインはねいいんだけど、こうフォームがグズグズで、デザインがこうすぐ壊れてしまうようなアレンジだと、まあ、それはねプロの仕事としてはかなりマイナス点になってしまうので、そのあたりは気をつけて意気込みに専念してみてください。ではですね、また次回。最近ねこうシチュエーションで撮ってる動画が多いんですよ。で結構それが溜まってるんで、これからどんどん編集していきたいと思いますので、もちろんねこれから前回の動画でも言ったと思うんですが、作りながら説明していく動画も、お見せするし、シチュエーションでこう皆さんに見せていくっていう感じの動画もお見せします。両方とも合わせて見てるとどんどんねフラワーデザインが上手くなっていきますので、ぜひ見て勉強してみてください。Nフラワーはねこう日本から生まれた、フラワーデザインスクールで、いけばなとねこうフラワーアレンジをこう融合した形になってますので、このね日本発祥の日本独自のスタイルが学べると思います。なのでぜひね日本スタイルをこう世界に発信していく、世界の真似じゃなくて日本スタイルを世界に発信していく、そのようなスタイルでいきましょう。ではねまた次回お会いしましょう。 See you next time.